よそ見してんじゃねえよ。鹿島さん、うらどうしよう、鹿島さんが僕のせいで。ああ、お友達が心配してるぜ。何か言ってやれば。ハトリ、そいつのこと思いっきり殴れ。え、そんな無理ですよ。無理じゃねえ、てめえがそうしてって俺が困んだろうが。覚悟決めろよ、ぶっ殺すぞ。そうだ、彼のお荷物にはなりたくない。すみません。は？殴ります。待って、逃げんな。ここまで来たら大丈夫ですね。さっきはすみません。お前最高だな、あのデカブツのこと吹っ飛ばすなんて。優等生君は喧嘩まで勉強してんの？あの、お疲れさん。人を殴ったのは小学生以来ですよ。あの時は親友と言い合いになって怪我させちゃって、僕の力は結局人を不幸にさせてるだけです。力ってのは暴力だけじゃない、大事なもん守るために必要だ。え？自分のことも大切なやつも強くなきゃ守れねえだろ。さっきのお前の行動は間違ってねえよ、力は強すぎたけど。過去失敗しちまったかもしんねえけど、少なくとも俺を助けてくれたお前のこと嫌いになったりしない。聞いてっか？え、あの、はい、好きでいてくれてありがとうございます。好きとは誰も言ってねえだろうが。どんだけおめでたい頭してんだ。僕何か変なこと言いましたか？とっとと帰れよバーカ。あ、でもまだ傷の手当てが。いらねえ、これ以上俺に近づいたら殴る。とりあえず鹿島さんに嫌われてはないようです。あれ、僕ん家の玄関にカバンが。一体誰が。作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。